ちは、オーベルジュチャンネルです。今回のテーマはこちら、2022年、オーベルジュ新定番ジャケット開発プロジェクトの3部作動画の第3弾、ついにね、到着いたしました。ポール・ハーデンのこのジャケット、これがね、何なのか、これのちょっとね、解析編ということになります。本日午前中にね、ちょっと無理言って、熊本のアコースティックスの杉山さんから、ちょっとね、貸してもらいたいんだよねって言って、お願いしておいた、ポール・ハーデンジャケット、2着到着いたしました。で、またね、いいことにこの2着がそれぞれ、防毛、粗毛と、ね、2つの、違うウールの特徴を持った、種類のものをね、送ってくださったので、非常にこう、どういう風な、テクニックを使うとこれがこういう風に出来上がるのかとかね、そういったことがね、すごく分かりやすい、2着を、お借りすることができました。杉山さん、本当にありがとうございます。ご協力ありがとうございます。で、このポール・ハーデンのジャケットね、メンズブレザーという、お名前らしいんですけれども、こちらも本当にね、我々も自分も筆頭にもう多分同業の、ね、同年代のみんなはもうみんなこれちょっと本当に影響を受けた、一着だと思います。ちょうどね、この自分の記憶では、このポール・ハーデンジャケットがこう割と身近にね、流通しだしてたのは、正直言ってね、90年代の末だったような気がするんですよね。いつこのプロダクトが始まったのかとかいうのはちょっと定かではないんですけれども、自分が目にするようになったのは、90年代中過ぎてから、後半だったように、記憶しております。で、軽くね、ちょっとね、ポール・ハーデンの、お話をさせていただきたいんですけれども、1987年にね、シューメーカーとして、キャリアがスタートされて、とにもかくにもね、要は中古風の靴っていうんですかね、もう本当に履き古した、ぐーっとこう甲が曲がったようなね、独特のフォルムの靴、それをこう、なんていうんですかね、クラフトマンシップで、作り上げるというような、こう、もう前代未聞ですよね。そういった、シューメーカーとして、キャリアをスタートされて、で、91年になんかスコットランドに引っ越されて、で、その後、98年に、ロンドンの真下の真南に、ブライトンという街があるんですけれども、そちらでアトリエを構えて、現在に至るというような、そういった流れのようです。で、このね、ちょっとポール・ハーデンの、アトリエの話でちょっとね、俺定かではないんですけれども、ちょっと覚えてる話がありまして、お世話になった雑誌の編集長の方が、当時ね、ジャス MB とポール・ハーデンの取材ということでイギリス行かれたんですよ。それで、ジャス MB に関してはね、ペチコートレーンに、アトリエがあって、アポイント取って行ったら、ジャス MB のお母さんが、よくあなた遠いとこから来てくれたと言って紅茶を入れてくれたと。で、本人、相手をしてくださって、でそこには、インド人の、縫い子さんたちが6名いるスペースがあって、で、ここで作ってるのかって聞いたら、そうなんだ、これが私の全てだっていう話で、で、ジャス MB の紅茶が、お母さんの紅茶がとても美味しかったと。だからね、それが思い出話その1で、で、その2が、その足で多分時期的にだからブライトンなんでしょうね、行かれて、アトリエ訪問した結果、ですね、1階でこのジャケットの、縫い上がりなものが集められていて、そこでやっぱり、スタッフのおばちゃんたちが、洗って、手で揉むように洗って、で、それで、まあ、絞って、で、2階で干していたと。なんかね、そういう話を聞いた覚えがあるんですよね。それはだから多分ね、ブライトンの話だと思うんですけれども、要は機械的なものっていうよりも、縫い上がりを、手で洗って、手で濡らして、揉み洗いして、絞って2階で乾かすと。これがこのジャケットの最終フィニッシュの加工だったと思われるんですよね。その話、まずは、覚えております。はい。で、ここからちょっとカメラを持ち替えまして、型紙の話をさせていただこうと思います。前回のね、安島さんのアトリエにお邪魔した時に、テーブルの上でやっていただいた状態と全く同じ置き方をしてみました。要は、ここの肩が綺麗に畳まれている状態。そして、
ポイントと思われる、ボタンを1個閉めて、そのまま綺麗に、ストレスなく畳まれた状態にしてみるといかがでしょうか。字の目がハの字に開いてしまう典型的1800年代後半1900年初頭の、パターンの作りですよね。ちょうど、ここの、ここの胸部分がぐーっと、ここで切り開かれてぐーっと寝かしたものをここのサイドネックに合わせて引っ張り上げるとぎゅーっとということで、本来こういうこのサイドネックポイントがここにずれているものが、そのまま縫製でぐーっと引っ張り上げることによってまっすぐあった中心がぐーっと左右に流れてしまうと、ぐーっと流れてしまう、ここが引っ張り上げられる、サイドが流れる、ぐーってね、ハの字の典型的な型紙ですよね。こうすることでちょうど、まあ、こちらもそうなんですけれども、ポールハーデンをこう着用されている方って必ずトップボタンのこのね、このボタンを閉めて下が開いて、みんなこういう風にね、着ると思うんですよね。実際、まあ、安嶋さんのご説明によると、もうここの、まあ、これ第2ボタンで、第3ボタンっていうんですかね、第3、第4っていうんですかね、このボタンはもうダミーみたいなもので、本来閉まる設計にはなっていないというのが基本のようですね。まあ、閉めてももちろんいいんですよ。閉めた場合、ここの胸の元がぐわーっとこう上がってくるというね、そういう独特の、1800年代後半の典型的ヨーロッパのヴィンテージの型紙を、ポールハーデンも使用しているということでね、前回のマインドベンダーさんの古着と要するに構造全く同じということでね、なんかちょっと嬉しいですよね。で、この肩のね、この肩線の、後ろに倒しっていうのもなんかこうこのポールハーデンの場合はこのポイントがだいぶ前にずれてますね。前にずらして後ろにぐーっと流れるというね、まあ、やってることは全く同じですということで、まあ、典型的な型紙ということが言えます。はい、続いてはこのポールハーデンジャケットの作り方これをねちょっと製造現場の製造目線から見て、まあ、どのようなプロセスをたどればこういったものが、完成するのかというね、それのちょっと推測なんですけれども、そのお話をさせていただこうと思います。まずですね、こちら、防毛でできた、まあ、いわゆるツイードですね、ツイーディーなもので、できたジャケット、こちらは、ソモ、いわゆるスーツ地みたいなね、細番の綺麗な糸で作られたもの、こちら全く個性の違う2着のジャケットなんですけれども、一番ねまずは、見なければいけないのがシワなんですよ。ポールハーデンといえばいわゆる、製品を洗ったことにできるシワ、それを残してイメージを作る、これがね重要な、ファクターになっていると思うんですよね。もう名刺代わりですよね。実際ね自分もヴィンテージの1800年代の古着で多々見るんですけれども、こういったシワが入った古着って実はほぼないんですよね。じゃあなんでねポールハーデンこのシワが必要だったのかなとちょっと推測するんですけれども、多分やっぱこれ90年代、前世紀やっぱりね一番先頭走っていたのがコムデ・ギャルソン。コムデ・ギャルソンのもう縮縦前世紀ですよね。製品縮縦もされていたし生地縮縦もされていたし、実際にね一宮の携わっていた関係の方からもいろいろお話、も聞いたんですけれども、もう当時はもうこの製品縮縦のねもういわゆるギャンブル的なものづくりも相当難しい橋を渡っていたみたいなんですけれども、やっぱりねこうウールとしての迫力というものはもうこれにも代え難いという、まあ、それとねあとビジュアルを作るという時代ですよね。今もリアルクローズというかなんていうかこう本当にスウェットにジーンズみたいなのがねこのコロナ禍の中で、もてはやされる時代ですけれども、当時はとにかくだから、雰囲気系みたいな言葉もあると思うんですけど、もうイメージの世界を作る、イメージの服を作るというのがね重要だったと思うんですよ。例えばカメラマンだったら、サラムーンとかあとパオロ・ロベルシとか、ああいうこう、ゼラチンシルバーのねこういわゆる、1800年代後半の、写真技術を使ってのこう、白黒のトーンのカリカリのこうバーンって撮るみたいなね、そういった場合にこうシワの入った服っていうのがものすごいフォトジェニックに映るし、なんかこうね
なんかこう強い、メッセージみたいなものを、なんか映し込める、これがやっぱりこのシワだったり、するんですよね。まあ、そういったところで、製品にシワがを入れなければいけないというのが、ポール・ハーデンのあの靴のね、中古靴からの、インスピレーションの、彼からしてみたらもうマストだったんじゃないかと思うんですよ。では、製品にシワを入れなければいけないという場合、どういうプロセスをたどるか。そうなるとこのね、ソモート棒も全く、作り方が変わるんですよ。じゃあまずこのツイードの方から、こちら、これはね、逆に作るのは、このソモーよりも、シンプルです。こちらは、繊維状の短い、ウールの糸を、なんですかね、ランダムに並べて糸にする。だから細番は引けないけど太い糸が、紡げて、なおかつ、しっかりキューティクルが残った、絡んだ糸の状態っていうんですかね。で、これ作られてるんですよ。で、これあのハリスツイードとかね、ドネガルとか、いわゆる、スコットランド系のツイードと全く見た目、近いじゃないですか、これ。ほら。ね、ツイードのジャケットに見えるじゃないですか。でも片手で持てるんですよ。なんでなのか、打ち込みがむちゃくちゃ甘いんですよ。これメンズのいわゆる伝統的な、ブリティッシュのものに比べたら糸量半分とは言わないんですけど、これ結構甘いです。もうゆるゆるの織物なんですよね。なんでか、縮めるためなんですよ。これ、ですね、縫い上がったものを、ぬるま湯にいわゆる、油を取る系の、まあ、牛乳石鹸とかね、アイコ石鹸、いわゆるこうハンドソープの石鹸系、あれをうっすら溶いて、軽く揉むんですよ。で、そのままぐーっと上げてぎゅーっと絞って干しただけで、もう一気にガツンとこれ入ります。これが、ね、剛毛の特徴なんですよね。表面の油分を取りながら揉むんですよ。そうすると、キューティクルっていうのがね、こうノコギリの歯みたいになってて、揉む揉む揉むで、ノコギリの歯がガチャンガチャンガチャンってなって、グッグッグッって閉まっていくんですよ。で、結果的にこういう、目面になるんですよね。もしかしたらこれすごい、もともとはもうちょっとサイズ、大きなものだったのかもしれません。まあ、その理由として、この内側。これね、後のこの、ソモーバージョンもそうなんですけれども、この裏のね、コットン。これは、昔の服がね、コットンのものがついていたからコットンを使ってるんだとか、そういうことではないです。これ、木型使うんですよ。木型というのは、我々、ヴィンテージのね、例えばあの501もそうだし、ファーストジージャンとかね、作るも、あれも全部木型なんですけれども、要するに折ったまま、特に生地として整理をつけないまんまの生地というのが、大体あの残留の縮流率って言って、どのぐらい縮んでしまうのかというパーセントで言うと、8% から最大 13%。8% から 13%。1メーターの生地が92センチから87センチまでガーッとこう10センチ近く消失するんですよ。洗っただけで、水を通しただけで。表もそういう素材、裏もそういう木型の裏地。これはね、ツイールがついてますね。というので、縮む縮むで一気にお湯の中でギャンブルですよ。というのをやると、これが出来上がります。なので、もう本当にこれね、暴走する機関車みたいなもんで、どっちに走っていくか分かんないんですよ。なので、このね、ポール・ハーデン、初期作品、S と書いてあるのに L より大きいぞとか、L と書いてあるのに S よりちっちゃいぞとか、もうザラだったと思うんですよね。それはもうね、出たとこ勝負になってしまう。これ制御不能なんですよね。で、あれば必ずこういうね、こういう迫力、制御不能だからこその、が出るんですよね。ここね、こう必ずこのサイドベントのこう釣れちゃってね、ひっくり返ってそっくり返って、マックコートなんかもそうですよね。必ずこれが起きると、これが特徴的なもんですね。これも製品縮縮ならではのド迫力、これがもう最大の特徴だと思います。これが、防毛バージョン、ツイードバージョンの時の作り方ですね。で、続いてこちら、これがね、ソモーバージョン。ソモーというのは、ウールの、繊維の長いもの、羊の毛の長いものを、きれいに束ねて、きれいにこう櫛で溶かしたような状態で細い番手を引いて、美しく並べて作る。だから、さっきのこう割とね、こうモコモコモコっていう、こう団子状態の、糸で作るものよりかは、きれいな細番のスーツ地ですよね。みたいな感じで、まあ、作られた生地を、これは使っております。ラムール、
95カシミア語って書いてありますね。カシミア語全然縮まないです。ラムールこんだけの細番でやるとほぼ縮まないです。さっきの、お湯の中で、石鹸溶いて作っても使っても全くこれ縮まないんですよ。ということで何の力でこれだけシワが入って縮めてるかっていうと全て裏地の力なんですよ。この裏地も完全にこれ木端ですね。もう触ればわかります。木端で、テンパチカクゴーンって入れて、これがもうあともうほんとね競馬用語で馬なりですよね。もうグワーグワーっていくんですよね。で、完全乾燥の前にある程度最終で寸法を伸ばすんですよ。こういうふうにそうするとまあギリギリね 100% 乾いたらもう動かないです。だからこうちょっとまだ水分含んでるうちに、慣れてほしい寸法に、引っ張って成形すると。これが、この粗毛バージョンですね。表が縮まないから裏がに縮むものを、強烈に縮むものを当て込んで表をタプつかせてその表を、シワを入れると。これはね熱でシワは、つくのでウールですからね。ウールですからね。だからこうカゴ染めみたいな感じでねぐーっとやって熱で抑え込むのかもしれないですよね。あとこれ杉山さん結構着てらっしゃると思うので、あの着用シワなのか初っ端のからのシワなのかわからないですけれども、あのそういったことでこのねイメージですよね、シワというイメージを、作り込んでいるのがこのポール・ハーデンジャケットの、ソモーバージョンの作り方となります。いかがだったでしょうか。ちょっとね説明長くなっちゃったんですけれども、あのこれもねどうにかこれも憧れて憧れて高くて買えなくてなんだけどもどうやって作るんだろうと思っていろんなテストしてももう全部ねなんちゃってしかできなくて、でこれなんでかなと思うとやっぱりねすっごいいい素材なんですよ。もうねなんかちょっと俺あれ思い出したんですよね。自分のこうハードコアパンクの友達でギターウルフさんっているじゃないですか。あの方々の演奏のねグーッともう暴力的なあの音なんですけれども、実は録音機材ってものすごくいいの使うんですって。ものすごくいい録音機材を使ってギターであの爆音ですよ。でポール・ハーデンも一緒なんですよね。ものすごいいい素材を使ってグシャーですよ。結局その落差があるからこのね何ていうかね最低失わない最高の気品みたいなものなのかな。なんだけれどもこう慣れの果てみたいなねこう最上なものの慣れの果て、結局だからこう貴族カルチャーがあのぐーっとね産業革命でこうぐーっとこうブルジョワに降りてきたみたいな、あのああいうだからこう強いイメージはこの全ての最高の素材と、テクニックで入れるシワ、この2つでねいわゆるモードという当時の、コンデ・ギャルソン、ポール・ハーデンとでありましたよね。このモード感っていうのに、つなげていったのかなと思うんですよね。今まだちょっとだいぶねこの、イメージを作り込むというのがねだいぶご無沙汰だったような気もするのでね、なんかこのねあの久しぶりに杉山さんからお借りして拝見させていただいたこのポール・ハーデンってなんかちょっと背筋が伸びる、思いがいたしましたので、このパワーをねなんとか、我々、オーベルジュのジャケットに、フィードバックできたらと思います。決してシワを入れたりはいたしません。新たなね2022年としての、このヴィンテージの表現方法こちらを模索してガチッと一発ね強いのを作ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。